ポルシェ356インターメカニカのゴンユウコです。当社 YouTube をご覧いただき、テイクアウトでミッションのドレンボルトの除去作業をしていきます。ドレンボルトの肉がかなり薄くなっており、通常の方法ではうまくいかなかったので、タカナットを使用した方法で取り組みました。オーナー様が見守る中、小一時間作業をしまして、無事に舐めたドレンボルトを除去することができました。新品も問題なく装着可能です。このように難しい作業のテイクアウトもこなしていければと思います。